非人道性が強い兵器を供与しますアメリカの国防総省は7日ロシアへの反転攻勢を続けるウクライナに対し殺傷能力が高いクラスター弾など8億ドルおよそ1140億円規模の軍事支援を行うと発表しましたクラスター弾は一発の爆弾から多数の小さな爆弾を広い範囲に撒き散らす兵器で 100カ国以上でその使用や開発が禁止されています国防総省のカール国防次官はウクライナに提供するクラスター弾についてロシアが使用するクラスター弾よりも不発率が極めて低いと説明した上で民間人が居住する都市部では使用しないと強調しました。